はい、どうも、こんばんはですで。今回はですね、あまあ、1万円の QO カードをですね、まあ、お店で、まあ、新車購入時にですね、まあ、あることをすると、まあ1万円の QO カードがもらえるというですね、まあ、ちょっと裏技的なですが、普通に購入したら、えっと、1万円の QO カードは、まあ、もらえないようにできています。で今回は、あのー、 いいパワーに興味がありまして、まあ、いいパワー買いたいっていうことですね、まあ、相談したら、あのーまあ、まあ、その知り合いの方がですね、ちょっと待ってくれって言われましたで。で、ちょっと待ってって言われて、で、いいよ、いいよって言ったら変ですけど、まあ、その、まあ、担当者がいるんで、その担当者の、まあ、誰々っていう人に、 まあ、尋ねてくださいということをですね、あの言われて、あのそれで行きました。で、なんだかんだ行って、あのー、まあまあ、話とかしてですね、まあ、お店の方とで購入し,、あのー、しました、はい。新車を購入しました。で、まあ、普通にさっきも言いましたけど、まあ、普通にやったら、あのーまあそののまそ1万円の クオカードはもらえません新車購入時にはもらえません。で、まあその理由なんですけど、まあちょうどなんてつうんですかね、まあ、紹介ですね、紹介。えー、と知り合いの人にですね、もしもあのー、新車を購入したという 人がいたらですね、まあ、その人がですね、まあ、紹介、その、担当者を、お店の人のね、あの紹介することによって、でその、まあ、その担当者ですね、まあ、担当者のところに訪れて、まあ、新車を購入すると、そうするとね、まあ、紹介料ということで、紹介する方と、紹介される方 方が1万円の QO カードが、えっとですね、今は,はじあの出始めた頃にあのまあ契約してまあもらえたんですけど、でまあ、今5月です。で今5月なんですけど、あのー、そそまだやってるんですかっていうことを聞いたらですね、まあ、その1万円の QO カードが 中止、中止っていうかですね。あの、それがなくなって、今度は、ハム、食べるハムが、あの、まあ、紹介、まあ、紹介料っていうんですかね。まあ、もらえるっていう風な感じですので、もし、周りにですね、まあ、その、まあ、メーカーですよね。まあ、日産だったら、日産の新車を購入した人がいたらですね、ま、あですね。 まあその人にまあ担当者を紹介してもらって、その担当者に言って、こうあの新車を買うことによって、まあ、今までは1万円の、あのー、クオ・カードがもらえ、まあね、紹介したされた側、両方側は1万円もらえたんですけど、今は、えっと、ハムギフトに変わったようです、はい。ということです。で、周りに新車買い。 か購入した人いたら、まあ、その人にあの話をするのもいいのかなと思います。以上です。